こんにちは。体の間10万円勝負です。今日は2019年の11月15日ですね、日本だと16日の朝8時過ぎたところです。現在のエダコインは 4.82 円ですね。はい、昨日からですね 4% 上がっています。また出来高もですね、1億エイダを超えてますね。はい、だいぶ取引量がまた増えてきたということです。はい、1億2600万円だ、ここ1週間2週間ぐらいの中で一番多いんじゃないでしょうか。はい、ではチャート確認します。これ4時間足なんですけども、はい、ここに来てコンマ2円50銭コンマ2円50銭ですね、2円50銭ぐらい上がってます。すごいですね。はい、ここはちょっとだいぶ意味がある反発だと思っていいんじゃないでしょうか。ちょっと長いスパンで見てみますと、はい、ここの上げトレンドのこうだったらちょっとまあ下がってきたというか、ここぞこっちのリサポラインがずっと効いてたという感じの見方の方がいいかもしれないですね。はい、でここの高値をこのまま突き抜けるのかどうかってところですね。はい、ちょっと楽しみになってきましたけども、どうでしょうか。ちょっともう一回、もうちょっと短いスパンで見てみますと、はい、こんな感じですね。はい、ここの、あら、すいません。ここの4円のレンジでずっと何回か反発してますね。まあ、でもじわじわと切り上げてます、こうやって。はい、ただ、高値はまだ5円はつけてないですね。4.8 円までゾーンと。だいぶ大きい陽線が出てますけども、この後どうでしょうかね。はい、楽しみです。この土日になるんですかね。土日になるので、土日で取引量が増えるのかな、ちょっと難しいところですけども。はい、で、ツイッターで確認します。12日に、スナップショットが終わりましたね。はい、で今は、ツイッターにはそうですね、バランスチェックということでスナップショットがちゃんとできているかどうか確認してみたらどうですかみたいな感じで来てますね。はい、確認はしてもしなくてもいいんですけども、はい、してはどうですか、できますよということですね。まあ、できますよというか、まあ、テストなのでしてください。でなんだ、そのフィードバックがね、そのコミュニティでやってほしいという意味合いがあるんでしょうから。はい、でそのようなツイートも載ってますので、今日は3つ紹介します。チャールさんので、Here is a tutorial explaining how to use the balance check ということで、鎧のバランスチェックの情報が多かったんですけど、ここダイダロスのバランスチェックのやり方もここで、チュートリアルということで出ています。だいぶ細かく載ってますので、ちょっと見てみますか。 Hi, welcome to Dados Demonstration Video. My name is Darko and I'm Product Manager for Dados. In this presentation, I will explain how to perform a balance check with Dados for ADA holders who have decided to take part in the Shell Incentivized Discount Program. As part of the preparations for the rollout of the Shell Incentivized Discount, we are doing a balance check. The aim of this is twofold. First, it is to check that we can accurately capture the extension of all of the ADA balances on the Cardano mainnet and launch a new incentivized testnet network with all these balances copied as testnet data. The second part is to ensure that this testnet data can accurately be retrieved in a special
はい、ということで、最後というか、まだ今途中で止めましたけども、12日に、まあ、やってなかったからといって、問題ないですよと、最後にというか、もう一度、11月の末に、スナップショット撮りますので、特に後悔する必要はないですよというようなことが言ってたと思います。はい、で2つ目は、もう一個チャールズさんのツイートで、What's truly exciting about the recent release is how fast we are able to move. Our scientists have done a remarkable job designing great protocols and our engineers are able to bring them to market. Cardano in 2020 will be a beast. ということで、ちょっと振り返ってだいぶいい仕事ができたみたいなことを言っていて、進捗が思うように進んでいるというようなことを言っていると思います。それで最後にカルダノ、2020年のカルダノは、Be the Beast と言っているので、すごいことになるぞという意味だと思いますね。はい、違ったらごめんなさい。はい、ただここはだいぶ強気な発言ですよね、多分。で、もう一個ここ、さっきまたテストネットの話に戻りますけど、もう一個チャールさんからで、Thanks everyone for the great response.1600サポート、チケット in under 24 hours, lots of logs, lots of feedback, got some housekeeping to do, next week will be fun, on track for the launch of the incentivized testnet. ということで、まず、スナップショットやってからいろんなレスポンスがあって、また、ちょっと got some housekeeping to do ということで、まあ、バグなのか分かりませんけど、確認したりやることが、ある程度分かった、得ることができたっていうことですね。だからテストネットやって、それなりの成果があったというふうに言ってると思います。で、Next Week Will Be On で、来週が楽しみだと。On Track for the Launch of the Incentivized Testnet ということなので、Track for the Launch ということで、Incentivized Testnet が、ですね、本格的に動くっていうことですかね。はい、もう11月の末っていうのは来週、まあ確かにもう後半になるので、はい、でもう一回スナップショットをやるということでしたから、そうですね、新しい情報を、まあ、どんどん得ていく必要があると思いますけども、まあとにかく動かさなければもう一回スナップショットには引っかかるものですから、ダイダノスと鎧の中に入れておけばいいと思います。だから僕は確認のために動かしてっていうようなことよりも、まあ、僕は触らない方がいいかなと。だからセキュリティに自信がない人ほど触らない方がいいかなという気がしてます。はい、スキミングのちょっと心配とかあるからやる、あるからやらない、まあいろいろ考え方あると思いますけどね。はい、ですのでとにかく自分のキーワードは、自分がメモったものがあると思えば、まあ、それで、対処するということなので、それを一度確認する必要もないかなというふうにちょっと思ってます。はい、じゃあ、値段に戻ります。はい、4.80 ですね。 4.80、14,012.9かける4.80マイナス10万円、はい、32,738円のマイナスと、はい、32.7% のマイナスですね。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。